新平家物語第605回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「付箋の人」彼は桜の助義藤であったここ船島の時忠も今宵あたり必ず助が姿を見せよう。 来なななければならないはずとついさっきまで時真へつぶやいていたその義党だったのであるだから時忠はこうしている間にも桜間之助の来ることを密かに予期していたことかもしれないあるいは彼がどこかに潜んでいたのを時忠だけは目にしていたのかもわからない いずれにせよ、助がこれへ来たのは偶然ではなかったのだ。が、偶然以上の危機に気合わせたとは言える。彼の姿は何か運命の使者といったように、死の狂人を静かに見回し、やがてその初ぶりの下から不気味な錆び声を放った。能登殿のご家来たち、犬死にを求めてどうするのだ。代理殿の仰せだ。 ありがたいと思うて帰れ。さあ、と帰れ。帰らぬか犬死にしたいのか死にたくば出ろ。きっ伏せてくりゅう。すると黒い胸の中で、ん、何やすさおのれはと吠えるものがあった。初ぶりの下で彼の歯があざ笑った。名は申さぬ。かかるところで名乗っても始まらぬ。 が大井の殿には告げおくもよい屋島を立つ朝黒煙の下にて別れた男と似たる者が忽然と今宵い船島に見えて候ろうとたたわごとに耳かすなほえは続いてたかが一人ぞまずその知れ者から先に言って取れ待てとまた鋭くよう目を開いて辺りを見ろ 俺に続く者はまだいくらも後ろにいるぞ。それでもなお強がるのか。ない。もう一度彼らは自身のうちにうろたえと恐怖を起こした。とっさに四角の一角からダッドの影を見せて逃げ出す者が出た。他にもいるぞと誰かが叫んだ。崩れた天栄は育児なく争いを見せて船を置いてある浜の方へ苔まろんでいった。追うな と初ぶりはどこかへ向かって命じていた。巨言ではなく人数を連れていたらしいが、縁へ向かって地にひざまずいたのは彼一人だった。桜間の助でござる。ここ行くに近いお便りも書きましたが、よい折に気合わせました。おつつがもございませぬか。おおとうちの暗い中で時忠の声が、助か。 待ちわびていたぞ。時ね、時ね、火をともせはただいま助よ、うちへ上がれそこでは話もなるまいちこうごめん桜間之助は縁へ上がって座った相見ても火はともされてもしばらくはただもだしおうているだけであった ここ数日のことはお互い簡単な言語では表しえないのであろう。何たる刻々の変化、険しい様相、そして差し迫った今夜という窮迫感やらさまざまな思いが、まず相互の胸を周囲のごとく打ち叩いている。が、無言はまた百言を語るものでもあった。時忠は待つ者だけを直ちに尋ねた。 におうてくれたか。はっ室津のお宿にてその折のことは先に聞いたその後は昨夜串崎の御陣へ忍んでようやくお目にかかりました先の代理殿がご意中義経が胸にいさいたたみおいたと重ねての仰せでしたとのみでは心もとない 先にも申し送ったように何とかご清書を超えぬものかその義切にお願い申しましたが。 殿が仰せには哀れさせよ。義経は大将軍たれど鎌倉殿の一大官に過ぎず、別に一方の大将軍三河殿もおられ、同陣には軍官の梶原もおること。他にはからず義経一存にて聖書を敵の一人へ渡したりなどと悟されなば後日帰っ 奮奮の誹謗となり時忠殿が望むところと逆なことになろうも知れずとではどうしても聖書はだめか強いておせまり申すと法ど殿にはお苦しげな面持ちを見せられただままならずとのみあの君のお立場はわかる。 とは申せひとたび国もなく夜人もなき敗亡の生存者となり終わらばもう何を申し何を願う資格もない残るは生きながら笑われ者にされる敗者の亡きがあるだけだどうしても新門のお誓いをいただいておかぬことには助けよ ななんとかからぬか今は育児なく見えるほど目の縁の小じわから時忠は涙をこぼしそうにしたしかし彼の孟集は彼には荘厳な効用であった伊勢兵士の発祥から今日の末路までを生涯に見通してきて 今や無所に近かろうとする彼がその理性から到達したただ一筋の信念なのだ彼の願うところは初めから和議にあったけれど和議を図る機会はむなしく逸してしまった時すでに遅しであるそれにしても最後の最小限の希望として彼はなお一縷の願望を捨てていない 妖典と女院のご救出、また、あまたな女たち、わらべたち、とがなき人々の除名を、その救出をなんとか図ってやりたいということ、それであった。さらにあわよくば、平家の血脈とその家をどんな形のもとにでも、細々にでも残し伝えたいという望みもあった。もしそれもかなえば、 小入殿からこの世で散々世話になった恩子に対して一片の法恩になるのではあるまいか妨害とはしながらも時忠の胸の底にはそこまでの遠い考えもあったのである桜間之助を介し彼は率直にそれらの思いを密書に託して敵の大将軍義経へ通じたのだ。 義経は返書を桜間之助へ渡した「抱く」とあった「詳しくはないが一抱く快く羊蹄女院の御身の保証はもちろん平家の後々についても力を添えようとは言ってくれたもとより無条件ではない義経の側からも時忠へ対し協力の分担を課してきた」 合戦の当日内から立って離反を明らかにするとともに三種の神器が無事安泰に源氏側へ移るように手を打つことを求めている。ダクと王との両者の間は助を通して依存なく結ばれた。がただ一つ今夜にまで持ち越された未解決の一時がある。 後日のため公なる聖書が欲しいとする望みに対し先方の返答は義経は鎌倉殿の一御家人にすぎず勝はこのこと梶原その他に計らばおそらくはその反対に合わんという拒みであったのだ。さあていかにせん時忠は暗い表を諸に向けて考え込んだ。 大事中の大事。しかも時は明日を待てぬまでに迫っていた。時忠は愚を悟った。この後になって何の思案の余地があろうと。助。はして源氏方の水軍が進み出るはいつと見たぞ。明日の夜明けか。 お察しの通りかと思われまする潮の満ち日の時刻潮向きの純虐など平家方の測るところはまた源氏方も深く案じるところそれらの駆け引きいかんにもよりましょうがなおもって猶予はならぬ助 そちの船でわしを現地のオるクシザキの陣までおくれ、親しくホーガンどの頭をうてじきじき男同士の固めをしたい。じゃあもってのほかなと桜馬のスケは時々の思いたちをあまりにも冒険なと言った。 早友の瀬戸を境に平家型の小刃や物見船など網の目の備えを固めおりまする万が一にも捕らえられたらお望みごとすべて水砲に帰しましょうこの助ですらすでに方眼殿へ近づくことは容易ではありませぬのにそれもならぬか偶然として時忠はつぶやいた 義経を疑うのではないが、言葉と言葉との、それも人を介しての私的な約束だけでは、どうしても一松の不安を禁じ得ない。父上、私が参りましょうず、串崎へ参って法官のより固いお誓いを取ること、この時真にお命じたまりませ。ん時真か。よう申した。 そちなればあるいはよからん。けどうだのさてご子息なりとて途中の難に変わりはござりませぬが。い,いなとよ佐殿もし見つかってとらわれても時ねなれば言い逃れようすべもある。またいよいよの切羽とならば海へ身を投げ捨て自害しても惜しゅうはない。父へ私が参りましょう。佐殿わしを連れて行ってくれ。 桜の助は思案顔だったが、やがて決然と、心得ました。本ともたしましょうず。そして彼は縁先へ立って、どこかに待たせておいたらしい他の者のを差し招いた。彼と同じく、皆初振りをつけた小不足の兵だった。数は十人絡み、二両の大鎧を縁の上に置いて、すぐ下にひざまずいた。桜間の助は再び時忠親子へ向かって、 ひとまず、先の京都は逃げ去りましたが、夜半から明日へかけて、再び魔種の襲い来ることは必要です。もはやここにおざあっては、死を待つようなものと存じられる。それゆえ、実は赤間が関の去る人知れぬ場所へ、恩伏をお連れ申さばやと、お身自宅まで持参して参ったのでおざる。 ともあれ、恩借りるのままでは不便。兵どもの目にも怪しまれましょう。おしたくえなされません。ん鎧を着ようと申すか。いや、戦わざる人間が大鎧など着込むは一層世の笑い草。腹巻きのみを着よう。と、時忠もまた、この狭い島にこれ以上いることの危険さは十分に知っていた。佐、行く先は どこぞ臨海艦の後今荒れ口手はおりますなれどおうおう昔イチの神や商人を迎えるに用いた馬屋じの太刀の跡かそこなれば人の気づく恐れもなし町のお高いところにありますゆえ明日の両軍の動きもしてけは 自身そこへご案内申さばやとこれへ来たのではございますが源氏の中軍へご子息時種殿をお連れ申すにはこの助がお供いたして参らねば難しかろうと思われますゆえおおこの時ただにはだぞ道を知る者が先に立ってくれればよいぞそこに控えた兵どもはどこの手勢かそれがしの兄 阿波の民部茂吉のけらいにござりまする。何？阿波の民部の兵とな？ではすでに阿波の民部も密かに明日内王のこと胸にたたんでおりまする。大リードののふかきご意中のほどを大手もつげふみにも秘めて得と示し合わせてありますれば、そうか。そして今は。 くし塔と船を並べて、夕頃より田の浦に先陣を承っておりまする。両軍海上にまみうるまでは、肘、色にも出さずに、帝の恩こと、神義の恩こと、乱軍となったる際の心得なども、あたらと後に悔いなきよう、こま,ごま申し合わせてありまする。 まだ兄民部が内王の儀は源氏へ通じてありませぬゆえ時真殿とご一緒にこれより串崎へ船を忍ばせそれもじきじき九郎義経殿のお耳に入れておかねば相なりませぬそうか源氏方より誓いの一冊を取り置くことそれにつけきっと果たせよよよいか時真はい 時真の眉には死をとしている色があった。諸公はいつか過ぎようとしている。心なしか今宵は星の移行も早い。時真は仮裕の上に腹巻だけをよろい、時真もそれに習った。そして短いが久しい思いであった隠仁と老朽の小屋を捨てて親子外へ出た。桜間の助と彼の連れている十名ほどの兵も後に従って 浜の方へ歩み出したするとすぐ後ろから時真を呼ぶ声がした「さぬきさま!」とそれは聞こえたきれいな女性の声であった人々は立ち止まった一人かと思いのほかそれは愛用しつつ小走りにあえいでくる女二人であったそして一つかずきを二つの身にかぶり合っていた「おおしおこ!」それは時真にもすぐ思い出された けれど、もう一人の女性の方は、近々と寄ってくるまで、誰とも思い当たらなかった。さぬき様、ここをお立ちのきなれば、どうぞ我々たちも共にお連れくださいませ。早合戦も迫るとのこと、どうしてこんな小島におられましょう。そら恐ろしいおだざりはする。お願いです。お慈悲に一つお船近づき合いな一方の女が言った。いや、叫ぶに近い声だった。見れば、 足屋を抱えてあえいできたのは数日前、彦島から来た武者船の上からこの小島の巣へ置き捨てられたあの桜のねなのだった。<music> よろしければ、いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。